はい、酒好きな新潟人のインストバです。今回は、これ発泡酒ですね。はい。ベデット。ベデット、エクストラホワイト。というベルギーの発泡酒です。これ値段が400円ぐらいやったな。高い。で、容量が 330ml で、アルコール度数が 4.7%。麦芽、含有率が 50% 以上。原材料が麦芽とホップと小麦とコリアンダーとオレンジピールと、糖類と酵母。原産国が、ベルギー。となってます。でもこれも割とメジャーだよね。割とどこでもなんか売ってそうなイメージがある。それじゃあ、いただきまーす。これも多分あれだね。なんか小麦ビールっぽいな。なんとなく。あとにしよう。色もなんか、っぽい。小麦ビールっぽい。乾杯。あ、なんだろうこれ。なんか小麦ビールなのに苦くないんだけどオレンジっぽい味がする。あ、これ美味しい。これ美味しいですね。うん、なんか小麦ビールみたいな、すっげえなんか、軽い。口当たりがすっげえ軽くて、コクっていうのが、ほとんどないような感じはするんだけど、苦くもないし。でも、口にこうなんか、小麦の香りとか、なんか、口にこう、付着してくるっていうか。小麦ビールっぽい。ベデット。ベデット。ベデット。スターの名を持つベデットはベルギーのホワイトビール。都会派のライフスタイルを引き立てるフルーティーでスパイシーな乾杯を。ユニークなボトルが目を引くホワイトビール。厳選された自然原料だけで作られたフルーティーでスパイシーな味わいが特徴です。オレンジピールとコリアンダーをアクセントに、爽やかな酸味とすっきりドライな、後味が広がります。でね、これのベデットのでもう一個買ったんですけど、この IPA ってやつね。インディアペールエールってやつ。これがむちゃくちゃ高かった。今まで買ったビールの中で一番高かったんだけど。まあ明日あたり紹介しますが。これめっちゃ高くて500円はした。高っと思って、これなんかここになんか人のね顔が書いてあるんですけど、これなんかあれらしいですね。写真を撮ってウェブサイトからアップロードするだけ、あなたの写真付きベデットが日本全国のお店に並ぶかもって。これ多分一般人の人です。これね。うん。これ誰かなと思ってたんだけど。ベデットは
フラマン語とフランス語でスター、有名人という意味。デュベル・モルガット醸造所が、若者向けに新しく開発したブランドです。あ、デュベルの会社か。白く濁った明るいイエロー。オレンジ、レモン、バナナのようなフルーティーな香りがあります。口に含むと軽やかでフルーティーな味わい。爽やかな酸味とともに後味まで爽快な渋みがキリッと引き締めてくれます。ベーデットには裏ラベルに消費者の写真が貼られているのが特徴。これは先ほどのカフェで、ベーデットを飲んでいると突然写真を撮られてラベルになってしまうという遊び心いっぱいのユニークな仕掛けです。ああ、これは昔はそうだったってことなんでしょうけど、多分今はもうアップロードして、すれば、なんかランダムで、してくれるってことか。軽いね、なんか味が。味がなんかすげえ軽い。軽やかな味わい。で、酸味があって。いや、でも結構美味しい、これは。味自体は結構薄いけど。いや、これは美味しいわ。個人的にはもうちょっと。重いやつはいいけど、あ、こう軽いやつでもまあ結構変わった味わいあります、ね。最近瓶が変わったのかな？なんか瓶の色が、ググってみると緑色なんですけど、最近の、今のやつ、茶色ですね。緑の方がなんか、良かったのに。なんでこれ茶色になったんだろう。美味しいけど、美味しいね。変わった味。小麦ビールなんだけど、なんか、ホワイトビールなのになんか、ちょっと、オレンジっぽい味で。コクはないけど。甘みもないけど、まあ、普通ぐらい。香りもまあ、そんなにないかな。1334で少しありがとうございました。